銀兵衛。奥様、旦那様がいらっしゃいました。まあ旦那様、今夜は平次さんのところでは。ああ、疲れてるようなので休ませた。金蓮、頼みがあるんだ。旦那様ったらまたですのね。今度は何ですの。実はボタンのことで。ボタン？お前の庭に経済が探してきた王土一と言われたボタンがあるだろう。それを一株譲ってくれないか。百王のことですね。そんなのお安い御用ですわ。ありがとう。まさかそれだけのためにいらしたわけではないのでしょう。ああ、もちろんだ。残念だったわね、平次。せっかく戻ってきたのに、旦那様の心はもう私のものなのよ。金蓮さん、明日の宴の楽師と芝居は大丈夫ですか。はい、大奥様。芝居は龍一座という町で流行りの曲芸付きのものです。まあそれは楽しみですね。もちろん陳家の壺の演目は削ったわ。大奥様のお好みではないもの。ふう。この度は平次様の宴のためにお骨折りいただきありがとうございました。どういたしまして。どんなにしおらしくしててもやはり気に入らないわ。本当は誰が陳家の奥方たちを殺したか知りたくないかい。ねえ、ふう、あなたがいた陳家には部屋付きで単壺係の女はいた。単壺係ですか。そういえば多分いたと思いますが、それが何か。実はね、宴の余興の一座を見に行った時、陳家でその係をしていたという老婆に会ったの。その女が言うにはね、陳家の奥方を殺した本当の犯人は陳家の旦那様ではなくて正妻だったというのよ。しかも正妻は醍醐夫人を殺して切り落とした首を高笑いしながら夫に見せていたんですって。どう思う？この話面白くない？面白い話ですが、私にはとても信じられません。ねえ、一緒にその女に会ってみない？あなたが知らなかった陳家の真実がわかるかもよ。あなただって知りたいでしょ？そうですね、私も知りたいです。決まりね。じゃあ今から二人で行きましょう。え？冗談じゃないわ、今になって。単壺係、あの時そんなもの目にも入っていなかった。せっかくここまでうまくやってきたのよ。こんなことで壊されてたまるものですか。見つけたわ。ねえ、聞かせてくれる？陳家の奥方を殺した本当の犯人は誰か。ああ、いいともさ。その前に何か食べさせておくれよ。出なきゃ喋らないよ。はいはい、分かったわ。今日はあんもちが食べたいよ。あんもちを送れ。このようなものの言うことを。まあいいじゃない。えい、お待ちどう。ああ、来た来た。こんな女に私が見覚えなどあるはずはないわ。問題はこの女に私がわかるかだわ。ところでそっちの女は。私の知り合いよ。
あなたと同じくチン家で召使いをしていたの。フーというのよ。フー？顔を見てもらえば思い出してくれるかもよ。そうですね。どうかしら、私の顔に覚えはある？まさか、まさか。目が悪いのね。もっと近くで見てくださいな。どうしたの？餅を喉に詰まらせたのよ。死んだ。しょうがねえな。慌てて食うからだよ。そんな、なんてことでしょう。陳家の話が聞けると思ったのに。あの女のことだ。きっと生き延びてるよ。見たら今でもわかるさ。まさか。陳家の正妻に会えばわかるかって？自信ないね。あの女はいつも顔を隠してたし、何より昔のことだしね。ああ、でも話し方や声の感じは覚えてるかね。今度うちに来て、こっそり風を見てちょうだい。いいけど、そんな女の正体なんてどうでもいいんじゃないかい？気持ち悪いのよ。うちの中に得体の知れないものがいるってことがね。みんな揃ったな。では宴を始めよう。その前に私から宴のお礼をさせてください。大奥様、そしてお姉様方、ふつつかな私のためにこのような宴を開いていただきありがとうございました。平次のやつ、何を殊勝なことを。でも残念ね。あなたのいない間に旦那様の心はすっかり私の方を向いてるわ。みんなに私から吉報を知らせよう。吉報？平次が私の子を身ごもってくれた。正門家にとって何よりの吉報だろう。そんな、どうして今になって急に。そんなの、そんなことってないわ。こうして平次の解任によって正門家の奥方たちの争いは風雲急を告げることとなったのでした。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますととっても励みになりますわね、旦那様。皆様、どうぞよろしくお願いします。